Hi, welcome to Star Irvine Records. We present Star Irvine Radio just for you. It's artsy and groovy, and you love it! はい、始まりました。毎週土曜日夜10時からお送りしておりますスターバイレコーズのスターバイレディオ、本日の司会はドラムエスケです。よろしくお願いします。お願いします。さっさっさっ、どうすか。はい、ちょっと疲れてます。ちょっと疲れてますね。はい、はいはい、どうしようかな。自己紹介しますか。では自己紹介しますか。ぎこちない僕。どういうことかな。最近の、うん、なんだろう。最近の新しく知ったこと、新しく知ったこと、あ、そうだったんだっていう。あ、俺いいじゃん、うん、まあ、最近は、まあ、ハマってるっつうか、みんな多分あんま知らないと思うんだけど、うん、あの山岡屋の、うん、朝ラーメンがあるの知ってる、うんうん、あ、まあ、うん、知ってる。存在は知ってる。食べたことある？あるあるある。ない、ない。あ、あります。あるあるある。あれめっちゃうまくない？そう。え、違うの？普通のじゃない？なんかね、さらっとしてて、そう、さらっとした豚骨醤油みたいな感じで、麺が濃いよ、そう。上に、もうなんかね、あのバリカタとかそういう地形でいける感じで、そう梅が乗ってんだよ。そうそうそう。ん？梅干し、梅のなんか身が乗ってて、そうめちゃめちゃうまい。そう、マジ飲み会とかでオールスター後とかさ、いやそう、もう抜き取りやそうの量です。いや最近ね、そうあんまり食べたことなかったんですけど、この間初めて食べて、こんなうまいんだ。あれはね、衝撃的だった。俺下手したら通常よりも好きかもしれない。マジ、うん、で夜とかに出してもいいんじゃないと思う。普通に夜とかに飲みの締めとかに食ったらめちゃくちゃいいと思う。紅生姜とか入れて食べる感じ。マジで美味しい。うまい。いい。なんか確かそのインスタでね、うん、それを食べてる人はいるんだよね。あ、朝ラーメン。朝ラーメン。でもそれをどういうものか知らなかった。いや、ちょっと食べてみてください。うん。宣伝を食べてみよう。最近知ったことをちょっと思いつかない。思いつかない。思いつかないから、ちょっと一旦 A ちゃんあれば。あ、大丈夫？どしもれたんだ、考える。ああ、じゃあ超えていかないと。こっち系ですか？最近知った、本当に昨日知ったんだけど、あの世の中にさ、ネットスラングってあるじゃん。あ、はいはいはい、まあ、いろんな言葉あるんだけど、これ、はい、多分 P 入れた方がいいと思うんだけど、いやいや、あのね、X 子二毛作っていう。いや、もう。キーですよ。想像よりキーでした。ちょっとそう、窓閉めた。関係開けたんだけど。子供の目にも塞いできた方がいい可能性が。想像よりもドストレートのエグいのが来たから。そのね、こう用作。いや、もう連呼すな。連呼すな。え、それどういう意味なんですか。なんかね、その女の人独特の職業ってあるじゃん。はい、あるでしょ。まあ、キャバとか、キャバもそうだし、まあ、エッチなお店とかもそうだ、うん、で、そういうところで働く人って大体なんで働いてるかって、みんなお金がいいから、うん、働いてる人が大抵にもかかわらず、その人が若い女性だから稼げてたものが30代後半とかになって稼げなくなるわけ。はいはい、若さが売りみたいな。そう、そうなった時に女性が性を搾取されましたって言って講演会とかを開いて、また今度お金を稼ぎ始めるっていう。ああ。だから二毛作ってあるじゃん。畑の二毛作。それと一緒で、年食った後また女として飯食ってるっていうやつが、こ二毛作っていう。そのネットスラングがあって、それをたまたま昨日さ、あの、料理さんから。笑いすぎだ中学生のはしゃぎ方してる。そうなんだけど、めちゃめちゃこれすごい頭いいなみたいな。確かに、でも最近多いっすよね。そうっていう、ね、あのなんかパパ活とかもそう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 多いから、うん、
っていうエースケです。どういうエースケ ?P のエースケ。そう、P のエースケです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと俺も言いたいな。俺も言いたいな、なんかそういうの。なんかないかな。いやちょっと、思いつかないんで。あの、トークテーマ中に思いついたら今。ああ、よかった。の一番上手です。はい。よろしくトークテーマ中に言うの、ユーマです。で、まあ、エンちゃんは今週も、はい、あそうですね。どう流行りに。二毛作ダウン。二毛作。流行り病、二毛作ダウン。流行り病の二毛作になっているので、今日もこの3人でお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。Hi, Star Irvine Records presents Star Irvine Radio, just for you. Listen up, it's groovy. はい。じゃあ。テンション低い。はい。なんかあったっすか？この間に何かがあったっすか？今なんとなくポーンってしちゃった今。はい。はい、じゃあ、今日のお話していきますか。はい、していきましょう。まあお題というか、あれですけど、なんかちっちゃい頃とかに、うん、なんか、例えば習い事だったりとか、テレビに出てる人だったり、多分いろんな大人とかを見てきたりとか、したと思うけど、うん、小さい頃にその憧れてた人とかっていいのかなっていう。はいはいはい、はい。憧れそうそうそう。なんか、プロ野球選手とか、そういうので憧れあったかなとか、なんかこういう人になりたかったなって、うんうん。なんかあれにします？時代別にしますか？ああ、それでもいいかもね。小学校時代とか。うん、うん。じゃあ、まず、小学校からするか。小学校。うん。小学生の時に。小学校はね、俺ね、マジでバラエティ番組が超好きで。まあ、結構、ピークぐらいのお笑いブーム。ああ、でもすごい多かったもんね、番組、ね。俺は、跳ね飛びがめっちゃ好きで。ああ、はいはいはい。めっちゃ見てて。懐かしいな。いや芸人さんはかっこいいなって思ってさ、お笑い芸人って書いてた気がする。ああ、夢自体にもってことか。うん、はいはいはい。なるほどね。だからその中でさ、いなかったら、この人好きだったな、みたいな。いや、ロバ、やっぱ秋山は強いね。まあ、また再ブレイクしてるけど、してるね、あの頃からやっぱマジでコントのキャラとかもおもろかったし、秋山とかは好きだった。ああ、はいはいはい。ロバとか。うん、跳ね飛び面白かった、ね。跳ね飛びすごかったもんね。おもろかった。視聴率もすごかっただろうし、ね、うん、で。そうで、なんかまた最近その YouTube でその裏話とかも聞ける。うん、結構いろいろ話してんだ、その、梶原が、カジサックってやってて、うん、跳ね飛びメンバーと話してるみたいな。絶対面白いですよ。収録とかマジエグかったらしいから、ね。何十時間、二十何時間撮影とか。もう丸一日打ち合わせして、次の日丸一日撮影とか。マジで？マジでしんどかったらしいけど。へ、え、ぇ、ー、うん、そうなんだ。今だと多分考えられないんだよね。いや、そう、多分、結構やばいレベルの。ブラック企業。だから結構途中で病んで。うん、ああ、じゃ飛んだからとしたよね、一回ね。うんうんうん。とかもあったみたいな、うん、話してて。へぇ、なんかね、ちっちゃい頃は普通に面白いって思ってましたけど、うん、まあ、そんなのあったんだな。大人の、うん。そう。大人の世界を。まあ今までがいればね、確かにあんな1時間とかでさ、うん、めちゃめちゃいろんなコント、セットで、そう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 、やってるっていうのは確かに相当大変だよ。しかも毎週だもんね。いや、そうそうそう。とんでもないよ、マジで。それね、その、だから裏の話聞いてもやっぱかっこいいなって思うしさ、はいはいはい、それを一切見せずにこう、やっぱ子供たちの前では、うん、そういうちゃんと演じてるというか、ね、芸人さんはやっぱかっこいいなって、小学校の時は特に思ってさ。そうだね、俺もお笑い芸人っていうお笑い番組好きだったし、まあでも憧れとはちょっと違うかもしれないけど、うん、K1 とか、格闘技も小学校から好きだったから。ちょうど盛り上がったぐらいの頃だよね、年代的にはね。そうですね、ちょうどその、K1 のミドル級の、まあ、K1 エグかった、ね。ワールドマックスが始まって、まあ、マサトとか、うんうん、須藤元気とか、あー、そうだ。こう、比類巻とか、まあ、キットとか。懐かしいな。出てた頃に、よくまあ、親父に連れてってもらって、K1 見に行ってて、うんうん、だから、その時のね、だあの頃の K1 選手みんな好きだったし、うん、あとやっぱマサトめちゃ特別好きとかでもなかったけど、う
でもやっぱマサトの人気とカリスマ性、そう確かに。もう会場ももう持ってかれる。マサトの試合も全員興奮してるし、だしまあなんつうの発言もかっこいいし、うんうん、相手がなんかお前なんかマサトなんて1ラウンドで KO するやんみたいな言ってそれに対してマサトが。いや、当たらないでしょ、パンチ一発も。あった一発も当たらないで、KO するから。大丈夫っす、みたいな。かっけーみたいな。あの余裕感。ローキックで、一発ローキックで KO します、ね。山本キッドのりふみとかも一瞬出てたよね。出てたっすね。うん、あった。なんかすごい世代だよね、あの子だってね。山本ね。あ、だから逆に言うと、その、あれ、ちょっと俺の話しちゃうんですけど。いやいやいや。その、K1 見に行ってて、その入場曲、その K1 の小比類巻孝之って選手の入場曲がオフスプの曲で、うんうん、なんだこのかっこいい曲はっていうのが俺結構ギター、エレキギター始めるきっかけですね。そこからだったんだ。そうそうそう。つちゃ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 らんやつ。そうそうそう。あれをそのなんだ初めて多分なんだ。大きい会場で爆音でロックを聴いたのが多分それが俺の中の初めてで、あえなんかロックってこんなにかっこいいのみたいな。いやまあ入場曲ってやっぱさ爆発力ある曲多いし、うんね、かっこいいよなやっぱな。そうだから結構そうで、マサトの曲もね結構エグいんだよね。ちょっとなんかデスメタルみたいな曲なんですよ、あれ誰の曲なのか分かんないけどめっちゃメタルな。ゴリゴリの。ゴリゴリの。めっちゃ怖い、怖い曲よ。なんかマサト毎回流れる、もう、ってくる。マサト選手の入場ですって、うん。最初のイントロがめっちゃ、じゃあ後で聞く。ああ皆さんも検索してる。ちょ概要欄にちょっとリンク。あれね、多分、洋物かな、うん、結構なメタル。ゴリゴリの。で、怖い気持ちになるような。ああ。もうマジで本気でなんか殺しに威圧していく感じがいいですよね。ピリピリする曲。へえ。だったりしてた。あのね、入場曲、確かにすごい、みんなさ、なんかキャラクターが出るよね、あれでね、すごい。はいはい。確かに。なんかゴリゴリのなんかもう、ラテン系の人とかだとバリバリの R&B とかさ、レゲエとか流してめっちゃチャラい感じで入ってきて。はい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 。ああいうのとかすごい見てて面白いなと思って言ってたけど。確かに。そう、なんか小比類巻のね、オフスプはね、自分もなんかすごい記憶にある。ああ、おおって思ったの覚えてるから。そう。あんまね、小比のね、試合は、あんまり俺も好きじゃなかったんで。入場かっこよすぎて。毎回曲めっちゃかっこいいなと思って。懐かしいなぁ。そう。あれ、A ちゃんの。ああ、そうか。俺は全なんか、あまあ、自分で言っといたあれだけど、憧れした小学校の時、あれか、先週の、話で言ったけど、うん、自分野球やってたから、そう、野球やってて、やっぱ松井和夫、秀樹じゃない方。足早い方。足早くてイケメンの方。敬遠されまくる方、ね。そう。デッドボール当たるんじゃなくて、勝手にスライディングして怪我する方のやつ。そう、松井和夫が大好きだったのと、小学校の時のその野球やってる時って、今自分そのプロ野球だとヤクルトスワローズが好きなんだけど、うん、小学校の時やっぱその松井和夫がいたから西武ライオンズが大好きな。そう、だから西武の選手はでも結構みんな憧れてて、そのこういう。カブレラとか。カブレラはね、その後なんだよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。あの頃誰だっけかな。結構うろ覚えになってきてんな。西武、あれそれこそ松坂とか松坂がちょうど入ってきたぐらいの頃だよね。松坂、西口。あ石あ、あと、誰だっけかな。やばい、結構まあ、さすがにうろ覚えになってきたな。そう、ただその頃のライオンズはなんか、もう結構みんな名前、すごかった、すごかった。と顔を知ってた。確かに確かに。大友とかいた気がするな。うん、誰だっけな。まあいいや、なんかそれで、その西武ライオンズの選手が、その、まあ、ホームランバッターもいれば、上手い人もいて、で、ピッチャーもその松坂とか、うん、すげえのがいて、で、もう憧れる人しかいなかった。うんうん、ね、ライオンになりたかった。なりたかったね。あのキャラクターってちなみに名前なんていうんですか。なんだっけ、もう俺覚えてないんだよね。ライオン。ライオン、ライオンくん。ライオンくん。ライオンくん。雑な。雑だな。もう今ね、本当西武のファンでも何でもないから超雑になった。何の記憶もないな。今いる選手もあんま分かんないしね。うん、まあでも野球選手、やっぱスポーツ選手はね、うん、かっこいいよね。そう。何やかんや、ずっとちっちゃい頃から結構いろんなスポーツやってたから、うん、その時々でやっぱやってるスポーツって見るじゃん。はい、で、見てて、やっぱ、あ、この人すげえなと思う人はずっといたね。うん、そう。
ちなみに、はい、中学ぐらいの頃とか分かる。でもちょっと本当に申し訳ないんですけど、俺今全く関係ないこと思い出したんですよ。いよいよ。あの全く関係ないですよ。どうしたどうした。あのごめんなさい。あの職場に、うん、あの全く関係ない。あ, あのなんていうの個人情報とか。が書いてあるやつを捨てるためのボックスみたいなのがあって、うん、ああ、そのまあ多分なんつう、後で知れた、そう、うん、バーってそこに入れて、で業者がそれを回収して多分捨ててくれるみたいなやつで、それがあの名前が溜まって箱っていう名前、その多分溜まって箱と溜まるの、溜まるを開けちゃダメだからか、そう、ね、開けられないから、うん、なるほどね、そう。玉手箱、で玉手箱って書いてあって、うん、ああ、面白いなっつって、なんか、端っこに、カエルのキャラクターみたいなのが、うん、なんか、が書いてあって、うん、なんかここに、なんかホチキスがついてるやつとか、取って入れてね、みたいな、うん、書いてあって、まあ、このキャラクター、名前なんて言うんだろうと思って、その玉手箱で、玉手箱だから、うんで俺それなんか名前書いてあるっぽかったけどちょっとでもこれ考えよう自分で当てたい溜まって箱にクイズ溜まって箱だからカエルでしょみたいなカエルってなんか意味あんなんかかかってんのかなと思って、うん、結構それしばらく考えてた時期があって、うん、まあ 2,3 日考えててで分かんないやと思って見に行ったらカエルくんってした何にもかかってなかったひどいちょっと今そのライオンから思い出したそう俺ねあれマジではね結構衝撃的で死ぬほど笑ったの何にもかかってカエルくんってひねる必要も何もなかったのに下に書いてあった何にもこっちかかってないんだっていうのすみませんいや思い出したカエルくんね最近知った最近知ったこと最初のあいつの名前はカエルくんっていうマジで何にも変わってないスター・イルヴァイン・レコーズ presents スター・イルヴァイン・ラディオはい、さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。え、すいません。小中学の話できなかった。まあ、大丈夫でした。まあ、こんな感じで、あの、ラジオ以外にも、あの、動画やバンド活動とアップしていきますので、チャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた来週。